レアル・マドリードのスペイン代表 DF ナチョ。今回の移籍市場で、イタリアのクラブへ移籍、る可能性があるのかもしれない。スペイン紙、スが伝えている。今シーズンのレアル・マド、はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中。下部組織時代から20年間近くマドに在籍し、このクラブ一筋のキャリアを過ぎしてきたナチョ。レギュラーとして過ごした間は長くはないが、守備のあらゆるポジションに対応できる貴重な戦力として、クラブの性を支え続けてきた。だが、昨季はエデル・ミリンの加入に加えて負傷が相次いだことで第2出場機会が減少し、リーガ・エスパニョーラは6試合、公式戦合計でも10試合の出場にとどまった。この夏にはキャリアで初めて、マドリーを出る可能性もあると見られている。ナチョにしては、特に、イタリアからミラン、ローマ、ナポの3クラブが獲得への関心を示しているといい、ナチョの代理人は、アルバロ・モラタの代理でもあり、そのモラタの、アトレティコ・マドドから、ユベントスへの移籍のためトリノを訪れている。その機会に、ナチョの移籍の可能も探るため関係者と接触しているようだ。ナ・リは、本格的に関心を示しているものの、カリ・ウ・クリバリの売却が決まらない限りは新たな DF の補強は難しいとも見られている。ミラン・ローマについては、現時点で具体的な交渉は割れていないが今後動きを見せる可能性もあると予想されている。ローマはマンチェスタ・ユナイテッドからクリス・スモーリング再獲得が決まらない場合に、ナチョの獲得に行く可能性があるとの見方。一方でミランは今、もMF ブラヒム・ディアスをレンタルするなど、ドリーと良好な関係にあり、有利に交渉を運ことができるとも予想されている。両。